And Ben. Oh, it'll come, yeah. Okay. Cool. Yeah. 何が起きたんだ? Should be broken. Jesus Christ. Yeah, うまくいったな、神谷。よくやったよ。おいロー、答えろ。諸角はどうなった？あ、知らねえよ。自分で考えろ。どういうことだ。話が違うぞ。今はそんな奴のことなんていい。説明して。あなたにとっても今の状況は予想外だったのは分かった。けれど動揺している暇があったら隠していることを全部教えて。そうすれば私たちにできることが思いつくかもしれない。神谷君、往生際が悪いわよ。今はそんな場合じゃないことくらい分かるでしょ。ローの様子は僕が見ているよ。すまなかった。話すよ全部。消えた人はどうなってるんだ。わからない。わからないってなんだよ。スラップ。無責任じゃないのか。桜井君、今はまず神谷君の話を聞きましょう。それで神谷君、あなたは一体何を隠していたの？ Oh wait, I remember, Law will kill me, so I need to prepare for myself for that. Yeah. 俺はかつて黒の世界にいたことがある。驚くのも無理はないと思う。でもおそらく投獄は気づいていたと思う。それってまさか投獄が言っていただろう。バラシハ事件、バミューダトライアングル、アガサ・クリスティの空白の11日間、キンロス事件、メアリー・セレスト号、そして日本の一家消失事件。そう、消失した一家は俺の一族、神谷家だよ。あの時、クロノス世界で神谷の一族は殺し合った。
し合い。俺はまだ小さな子供だった。今でもクロノス世界のことを思い出すたびに、おえつが止まらなくなる。俺の父親は政治家だからね。犯人が父親のことを狙っていたのは一目瞭然だった。みんなが疑心暗鬼になって殺し合った。たくさんの人が死んだ。人を人とも思わず罵り合うその様は、吐き気がするようなものだった。そして母は、俺をかばって死んだ。その後、事件は政治家だった父がマスコミに働きかけて隠蔽した。怖かったんだ。犯人探しを始めることで、みんなが疑心暗鬼に陥ることが。おかしいわ。おかしいって、一体何が。神谷君、かつてあなたがクロノス世界にいて大変な思いをしたことは分かったわ。それについては心から同情する。でもクロノス世界の経験があるのだったら、いつもの神谷君ならなおさら冷静に犯人を見つけようとしたはずよ。できるだけ早くみんなに被害が出る前に。それなのにあなたは露骨に犯人探しをはぐらかしていた。今のあなたの様子はおかしい。あなたはまだ何かを隠している。何を。俺はいつも通りだ。嘘をつかないで。それともこう尋ねるべき。あなたは何者なのと。もう話すしかないのか。俺は神谷サイではない。とは言っても、俺は君たちがよく知っている神谷には他ならないんだ。俺は間違いなく君たちの幼馴染の神谷だ。神谷、一体何を言ってるんだ。困惑するのも当然だと思う。正確に言うなら、俺は神谷ではあるが、神谷サイではないんだ。はっきり言おう。神谷サイは俺の兄だ。クロノス世界で死んだ。俺の本名は神谷サエ、サイの妹だ。Classic.俺は政治家である父親と、神谷家の使用人で愛人だった母から生まれた隠し子だ。クロノス世界で死んだ後継ぎ神谷サイ。その身代わりとして隠し子である俺はうってつけだったんだ。性別が違うなんて神谷家の力の前では些細な問題だ。そんな。二階堂、確かに君の言う通り、神谷サイとしての自分であればクロノス世界の経験をみんなに語り、すぐさま犯人を割り出して始末していたと思う。神谷サイは政治家で、政治家には最大多数の幸福を追求する義務がある。そのためには
マイノリティは切り捨てなくてはならない。本来の俺であれば、多数を救うために一人の犯人を見つけ出し葬らなくてはならなかった。でもクロノス世界に戻った途端に、なぜかサエとしての自分を思い出してしまったんだ。サイの方が省かれたという方が適切かもしれないな。そうして俺が残った。That would make sense, yeah.大切な幼なじみの中から犯人を見つけ出し、その人を殺さなければならないなんて、今の俺には耐えられなかった。ことだったのね。やっと納得できたわ。今まで隠していて本当にごめん。謝る必要なんてないわ。むしろ謝るのは私の方。ごめんなさい。焦ってたとはいえ、私の追求はあまりに無神経だった。神谷君は内面がどうであろうと、神谷君、そんなの分かりきったことだったのに。ああ、そうだな。僕たちにとって神谷は神谷だ。複雑なことはわからないけど、そこに神谷がいるなら、okay. 何だっていいんだ。I'm ready to die. ずっと一人で抱えて辛かったよな、神谷。どんな神谷だろうと僕は受け入れるよ。Yeah, we're just playing that.弱くてもいいのか。サエとしての俺は何もできないよ。本当に弱いんだ。諸角の消滅を目の前にした今だって取り乱すことしかできなかった。違うよ、今の神谷は弱くない。Game, come on. 弱いから強いんだよ。弱いから強い。What the hell?What does it mean, student body? Like, is it like some sort of a community of students or something? It's a weird phrase though. That's the first time I see that. I mean, this game.Jesus.
I get it. ごめん、様子がおかしかったから後をつけたんだ。僕の尾行術なかなかのもんだろ。なんで得意げなんだよこのストーカー。確かに。でも泣いてる友達をほっとくやつよりはマシだろ。何があったか聞いてもいいか。この間素行不良の生徒を強制的に転校させたんだけどさ、あいつ泣いてたんだ。この学校にいたいって。なのに俺は容赦せず悪魔ってそう言われたよ。実際俺は悪魔みたいなものだよな。そっか、神谷、それで悲しんでたんだな。何を言ってるんだよ。悲しいわけないだろ。俺は正しいことをしたんだから。お父様も言っていたんだ、腐ったみかんを取り除くのが政治家の役割だって。そこの悪いあいつらがいなくなったおかげでクラスの雰囲気も良くなったし、だから悲しくなんて。知らないよ、神谷のお父さんの言葉なんて。僕は神谷の話をしてるんだ。何が正しかろうが、神谷が悲しいなら泣けばいいんだよ。涙を我慢してるとどんどん弱くなっていくぞ。何を言ってるんだ。涙をこらえた方が強くなれるに決まってるだろ。いや、泣けるやつじゃないと泣いている人の痛みはわからない。痛みのわかるやつが一番強いに決まってる。本当にお前は不思議なことばっかり言うな。泣くやつの方が強いか。それはなかなか魅力的な強さだね。けど俺はやっぱり泣かない方の強さを目指すよ。いろいろ事情があってね。そうか、神谷がそう言うなら僕は応援するよ。けど神谷、ん？辛くないか？辛い？まさか。お前はずっと俺と一緒にいてくれるんだろ。なら辛くなんてない。俺の代わりにお前が泣いてくれればそれでいいよ。
What? そう、そうだったのか。思い出した。おい神谷、思い出したってなんだ、教えてくれ。桜井、もう俺には時間がない。 Okay, just get this knife. 過酷な真実かもしれないけれど聞いてほしい。犯人は。 Get this over. Thank you. させねえよ。Where's the mark? Oh yeah, that happens, right? Bim bam bam. Sakura, よく聞いて。に書いたわ。全部。Right. 覚えてる。That was cool also. So I guess we will be like close to the halfway, but we are slowly closing the whole plot. So I'm really curious what the next chapters will be about, because it's gonna be interesting.